はい、どうもこんにちは、ナイです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は難関大の入試演習として、大数学の整数論から話題を持ってきてます。2の n 乗マイナス1で n が自然数動くときに2以外のすべての素数は現れるかという問題ですね。タイトルにあれで自明って書いたんですけど、確かにあれで自明なんですけど、あれをちゃんと使いこなせる高校生って意外と少ないんですよ。知ってる人はいますけどね。けどなかなかしっかりと使いこなせなくて、入試問題として出てきた時には結構これ単独で出た場合には正答率は低いと思います。実験してやってみてもなかなか見つからなくて、示せるのかどうかっていうのが見えないとできないかなと思います。誘導付きになるかなと思いますね、もし入試で出されるとしたら。少し実験をしてみましょう。1から代入してみますと、2の1乗マイナス1で1、2の2乗マイナス1で3、2の3乗マイナス1で7ですね。確かに素数は出てきてますね。15、これは 3×5 ということで1、3、5が出ました。2の5乗マイナス1、これ31で素数です。2の6乗マイナス1、これ63ですね。で、3の2乗かける7で7が出ました。2の7乗マイナス1、これは127という素数です。2の8乗引く1、これは256ですから255になって、3×5×17ですね。2の9乗マイナス1、これは512の1引いて511で 7×73、 2の10乗マイナス1で1023ですね。で、3×11×31 と。ここまで計算する人はいると思うんですけど、例えばその小さい方から順に3、5、7、11というふうに出てますね。でも、例えば127とか、17とか、まだ13って出てないんですよ。13も19も出てないのに127っていう素数がいきなり出ちゃってるわけです。だから規則性、出る順に規則性なんかはなさそうな感じですよね。もうちょっと計算できるので、2の11乗からこう引いていきます。で、2047。で、23×89 ですね。これも素数です。2の12乗マイナス1。これは4095。ってなって、3の2乗かける、5×7×13。ここで13がやっと出てくるんですね。これね、こうやって出てくるので、ここで見つかったことになるわけですけど、じゃあ次19はっていうと、なかなか見つからないんですよ。で、これでね、気がつけばいいんですけど、ここで何が必要かっていうと、フェルマーの小定理ってやつですね。名前は聞いたことあるし、定理自体も知ってる人多いと思うんですけど、A と P が互いに素になっているとき、だから、P が素数で A が P で割れないときですね。のときには A の P マイナス1乗っていうのは、モッド P で1になるっていう定理があります。これは整数論で言うと A が FP の単元群、乗法群の元であるときには、P マイナス1乗したら1になる。つまりこの FP のバツが構造としては P-1 のここからなる弦の巡回群になってるからですね。Z ある P-1Z の同型になってるので、全て P-1 乗したら単位弦になるということを意味してます。で、2は当然その FP の中に入ってるわけですね。どの P に対しても、そのどの素数に対しても互いに素になっていて、それでその P-1 乗を計算すると、これはモッド P
P で1になるわけです。モード P で。ということは、2の P-1 乗マイナス1というのは P で割り切れることになるわけですね。だからこれを素因数分解したときに、必ず素因数分解の中に P が現れるってことを意味しています。ここは。ということで、その2の N 乗マイナス1の中に、2以外のすべての素数は現れるということになるわけですね。まあ、次13で、13はこの12の中から見つかったわけです、これね。ここの12に対して、モッド13は12乗したら1になるので、13はこう必ず入ってくるわけですよ。そしたら、例えば19だったら2の18乗マイナス1の中に19が入ってるわけですよね。そのはずなんですけど、これ計算機で計算した結果こんな風になり、262の143で、3の3乗かける7かける19かける73っていう風になります。ちゃんと19が入ってくることになるんですね、こうやってね。はい、というわけで、まあ証明はできるんですけど、じゃあこれ、フェルマーの小定理を使わなきゃできないかっていうと、まあそんなことはなくて、まあうまくね、2の P 乗、2の、P 乗というのを2項展開してあげるとできます。1たす1の P 乗で、これを2項展開してあげると、PC0 から PC1、PC2 というふうに展開して、2項係数が並びますよね。で、PC0 と PCP っていうのは、最初の最初と最後の2つは1で、それ以外の PCK というのは全部、P で割れるっていうことが知られています。これは K イコール1から P-1 まで全て P が、先頭に出てきて、その PCK を定義から計算したときに P が先頭に出てきて、でそれを、割るものがないから、必ず P で割れるわけです。したがってここの部分ですね、その1個手前まで、この中の最初と最後のやつを除いたものは P の倍数で P×L という形になります。L は整数で取れます。したがって、2の P 乗を、イコール2プラス P×L っていう形になるんですね。で、当然2の P 乗マイナス2っていう形になるけど、それは2でくくると2の P マイナス1乗マイナス1イコール P 倍の L っていう形になって、当然 P は2乗の素因数より大きい素数ですから、素数ですから2で割れる方は L であって、2の P マイナス1乗をマイナス1は P かける2分の L と、2分の L は整数になってくれて、 P の素因数は依然として残る。だから P の倍数で、P が中に入ってるってことが分かります。これで証明完了ですね。はい、こんな風にして証明ができます。まあ高等数学というか、まあ二項定理だけで型がつく問題なんですね。まあでもなかなかこの発想に至るのは難しいかなと思うんで、まあ誘導付きになるかなと思いますね。過去に出たかどうかっていうのは私はちょっと知らないので、もしその大学で出ていたら、すいません、まあ、そういうことです。はい、というわけで今回の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。